地大学、家からめちゃくちゃ近い。助かるわ。前回は名城大学だったから地味に遠かったんだよね。ここなら30分もあれば到着できる。ってわけで受験票も届いたことだし、残り1週間勉強進めていきます。よっしゃ、30分ほど勉強したから、ご褒美にグラブル体験版やっていきます。今はこのロックゴーレムってボスをなんとか S++ ランクでクリアできるようやり込んでるとこ。今までにかれこれ2時間ぐらいトライしてきたんだけど、どうしても3分以内に討伐ってクリア条件が満たせんのよね。さあ今日こそは。よし、ついに S++ クリアできた。いや、結局クリアまで合計3時間くらいかかっちゃったわ。でもこれで体験版はほぼほぼ遊び尽くした感あるな。あとは製品版の発売を楽しみに待つのみ。それまでにキムタクがごとくをクリアしなかんな。はい、そんな感じで金曜日終了。おやすみなさい。うぅ、土曜日、おはざす。今日は6時7分とちょいと遅めの起床。昨日少し遅い時間までグラブルやっちゃったからね。その分起きる時間も若干ずらしました。目覚めのカフェを作っていきます。ちなみに今日のお弁当はすでにできてます。ほら、昨日の夜ご飯カレーの残りでレンチンするだけだったじゃん。そのおかげで時間があったから昨日の夜のうちにお弁当を作っておきました。昨日作った Vlog のセリフを録音して、毎朝ルーティーンの TOEIC の勉強して、出発前の準備していきます。まずは日焼け止め。日焼け止め塗ると肌が赤くなる気がするんだけど、これ気のせいかね。肌に合ってないかな。で、お次は本日のヘアメイクタイム。昨日は前髪上げたけど、今日は下ろすスタイル。なんかあんまパッとしんな。どんぐりって感じ。やっぱ前髪上げた方がいい感じな気はする。そんじゃ、今日も会社行ってみます。はい、仕事終わり。今週も無事に1週間終えたぞ。さ、帰ってのんびりするべし。はい、帰りました。いや、今週も頑張ったな俺よ。本当お疲れさん。今日の夜ご飯は妻が作ってくれました。うまい。やっぱ袋ラーメンは札幌一番がベストだな。食事の後はニコ動を見ながらのんびりするぞって、これはもう寝てるね。おやすみなさい。日曜日です。おはざす。今日は6時54分起き。せっかくの休みだからね、たっぷり睡眠とっちゃいました。今日は今年初の卓球ガチ練習の日。ってわけでめちゃくちゃ久しぶりにコンタクトレンズつけたいと思います。前つけたのっていつだっけな。リアルに1ヶ月前とかくらいか。ちなみに卓球練習はなんと朝の9時から始まるから、結構急ぎ目でいろいろ準備していきます。と言いつつ朝のカーフィーは外せんね。早速まずは Vlog の編集から。今は来週水曜日に投稿する分が完成して最終確認をしてるとこ。たまに同じセリフが2回入っちゃってたり、音楽が再生されてなかったりっていう謎現象が起きたりするから、最初から最後までちゃんと見直していきます。よっしゃ、 OK、 動画完成。そんじゃ卓球の準備していきますか。シューズにラケット、T シャツはグラブルのリアルイベントで買ったやつ。てかグラフェス行ったのまだ5年前なんだ。もはや10年前ぐらいの認識だったわ。その他いろいろ準備して、じゃあ行ってきます。なんか高島屋めっちゃ並んでる。まだ開店前なのに行列えぐいんだけど、これ何待ち？コンタクトレンズめちゃくちゃ楽だな。久しぶりにつけたけど、メガネより圧倒的に楽だわ。これ今後は基本メガネじゃなくてコンタクトにしようかな。ただコンタクトにすると毎月6000円の購入費がかかっちゃうのがネックだよな。悩むわ。はい、会場着きました。中村スポーツセンター。じゃいざレッツピンポン。
はい、練習終わりました。いやー、やっぱ卓球楽しいな。俺のセミリタイア後の楽しみとして、卓球の練習を増やしてもっと上手くなりたいっていうのもあるからさ、早くセミリタイアして思う存分プレイしたいな。はい、妻と合流しました。スーパーで来週分の食料を買い出しして帰ります。ちょっと見てこれ、半額に半額、さらに半額、半額、半額、めちゃくちゃお得ですわよ奥さん。なんかたまたま肉に半額シール貼られる時間だったらしくて、ここぞとばかりにめちゃくちゃ買い込んじゃったわ。鶏もも肉なんて 100g98円がさらに半額で48円よ。もう胸肉より安いじゃんね。2週間分、いや3週間分ぐらいの肉をゲットできたわ。ほんと予想外にも嬉しい収穫。どうやら日曜の1時過ぎが狙い目っぽいね。把握した。こちら本日のお昼ご飯になります。こっちが俺の鶏白湯ラーメン、こっちが妻のちゃんぽん麺。見た目のうまそうさが違いすぎるただね、見た目で侮るなかれ。この鶏白湯マジでうまいから。1個で350円とおうちラーメンにしたら高い方なんだけど、その分お店で食べるのと遜色ないくらい濃厚でマジで美味しい。ご飯の後はキムタクがお得プレイタイム。こんなドヤ顔してるけど、うちのキムタクくん、キキコーヒーを見事に失敗しました。来週分のご飯炊いていきます。はい、これで1時間ほど炊飯器に入れたものがこちらになります。炊いたお米はパックに小分けして冷凍保存してきます。これを3回繰り返していく感じね。ちなみに1回3合 ×3 回で合計9合が我が家の1週間分のお米消費量です。2人暮らしにしては量が多い気がするんだけど、実際よそ様はどれぐらい消費するんだろうね。はい、そんじゃあキムタクの続きやっていきます。今うちのキムタクは探偵としてターゲットを尾行してるとこね。バレたらいかんから変装もバッチリですわ。笑えるのがゲーム内のキムタクはこれを真面目に真剣にやってるとこだよね。やっぱこのゲーム最高だわその後は日曜恒例のアッチさんの Vlog 鑑賞。ただね、ぶっちゃけ最近アッチさんの動画微妙でさ。というのも最近欲しいものリスト公開して、視聴者から食料や日用品、ギフトカードとかを恵んでもらうようになってきててさ、アッチさんにもいろいろ事情があるとは思うんだけど、そういう小じきみたいなまでは個人的には見てて萎えるよね。はい、夜ご飯です。妻も俺もお昼食べ過ぎてさ、あんまりお腹空いてないってことで、こんな中学生のお泊まり会みたいな夜ご飯になっちゃいました。ご飯の後はニコ動でペルソナ4の RTA を見て、そして寝る前のトーイック勉強タイムなんだけど、もうね、全然やる気がね。本番まで残り1週間なのにモチベーションは右肩下がりで落ちてる感じ。なんかよし勉強するぞって感じじゃなくて、あー勉強しなかんなって感じになっちゃってるね。なんとか単語帳の見直しだけして今日の勉強は終了ですわ。はい、というわけで1月3週目後半の俺の生活はこんな感じでした。最後まで見てくれてみんな本当ありがとね。もしよかったらチャンネル登録と動画への感想コメントもらえると嬉しいです。楽しみに待ってます。それじゃあ今回はここまで。また次回ね。バイバイー。